ライアン・ハンター・レイは、アメリカ合衆国のレーシングドライバー、テキサス州ダーラス出身、2012年のインディカーシリーズチャンピオンである。国際カート選手権で6勝を挙げた、ハンター・レイは、スキップ・バーバー・カーティング・スカラーシップでも勝利し、スキップ・バーバー・フォーミュラ・ダッジシリーズに参戦した。1998年には、スキップ・バーバー・フォーミュラ・ダッジ、ナショナルチャンピオンシップで勝利し、その後、 フォーミュラダッチのトップドライバーたちと競リーって150万ドルの賞金を獲得した。2000年から2001年までバーバーダッチプロシリーズに参戦し、2000年にはルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得、2001年には2勝を挙げている。2002年にはチャンプカーへのステップであるアトランティックチャンピオンシップに参戦、3勝を挙げ、シリーズ6位、ラップリードやポールポジション、 ファステストタイムなどの記録も達成した。これによって彼はワールドコムライジングスターアワードを受賞することとなった。2003年、ハンター・レイはチャンプカーワールドシリーズにアメリカンスピリットチーム、ヨハンソンから参戦する。低速のレーナード製車ーと3人の異なったエンジニアというハンディキャップを抱えながら彼はミッド・オハイオで フロントローからスタートし3位でフィニッシュしたことと、サーファーズパラダイスでは、レーナード勢予選最上位を得、ウェット、ドライ路面で優勝したことで、多くの人々に、その存在を印象づけた。サーファーズパラダイスでは、リスクの高い戦略を選び、ベテラン勢が選択できなかった早期のピットインと、スリックタイヤへの換装を行い、なんとか事故を起こさずに、コースに止まることができた。 3度の再スタートを通して彼はチームメイトで元チャンピオンであるジミー・バッサー、そしてイギリス人レーサーのダレン・マニングを打ち負かした。2004年、ハンター・レイはハーデスコンペティションに移籍し、彼はチーム初のポールポジションと勝利をミルウォーキーで挙げた。250周のラップリードはジャンプカー史上1レースにおける最多の記録であった。 2005年はロケットスポーツレーシングに移籍するが前年とは打って変わった成績不振でシーズン終盤には解雇されてしまうしばらくアメリカのオープンホイールシリーズから遠ざかったが2007年に成績不振によりシーズン途中で解雇されたジェフ・シモンズの代役としてインディカーシリーズにレイホールレターマンレーシングからデビューした この年は、フル参戦したルーキーがいなかったこともあり、わずか6戦の参戦ながら、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。2008年も、同チームに残留し、ワトキンズ・グレンでインディカー初優勝を飾る。ランキング8位。2009年は、レイ・ホールが、フル参戦から撤退したため、開幕直前にビジョン・レーシングのシートを獲得し、インディ500まで参戦。開幕戦でいきなり2位に入る。 その後、インディ500で負傷したビトールメイラの代役として、AJ ホイトエンタープライズに移籍し、シーズン終了まで参戦。ランキングは15位にとどまる。2010年もメイラが復帰するためシートが、宙に浮いていたが、一部レースのスポット参戦という、契約ながら、トップチームアンドレッティオートスポーツのシートを得た。開幕戦サンパウロで2位、さらに、ロングビーチ市街地コースで、 チームに2年ぶりの優勝をもたらすと、最終的にフル参戦となり、ランキング7位を獲得した。2011年は、アンドレッティオートスポーツのレギュラーシートを獲得した。しかし、シーズン前半の成績は不振にあえぎ、インで500は予選落ちとなった。しかし後半戦では復調し、ニューハンプシャーで優勝、トロントとミッド・オハイオで3位を記録した。チャンピオンシップでは、 得点こそ下回ったが前年と並ぶ7位を獲得した。2012年もチームに残留した。彼はセントピーターズバーグで3位、サンパウロで2位を獲得した。インディ500では3番グリッドからスタートしたがメカニカルトラブルでリタイアに終わった。しかしその後のミルウォーキー、アイオはトロントにかけて3連勝を達成した。 ミッド・オハイオでのリタイア、そのまでのスピンが響きウィルパワーに主を明け渡すが、ボルティモアで4勝目を挙げパワーと17点差にまで迫った。最終戦フォンタナでは4位を獲得、タイトルを争うパワーが序盤のクラッシュによって24位に終わったため3点差で、自身初のシリーズチャンピオンを獲得した。チャンプカーワールドシリーズインディカーシリーズインディ500、ユナイテッドスポーツカー選手権。 デートな24時間レースアメリカ人ドライバーがタイトルを獲得するのは2006年のサム・ホーニッシュ・ジュニア以来である。ありがとうございます。